はい、おはようございます。おはようございます。今日は11月の27日ですね。早いね。もう周りの山も紅葉で、うちの庭なんかももう葉が落ちてきているような時期になりましたですね。そこの間一生懸命柿を剥いた柿がですね、これがその当時のね柿ですよね。500グラムうちのはこういう大きい柿ばっかだからね、この柿がですね剥けばこう3分の1ぐらいみたいになっちゃうじゃないでしょうかね。まあこれがこのくらいだったかな。随分ちょっと小さくなりましたね。はい、それが小さくなっちゃうですよね。という柿を剥いて10日ぐらい経つとですね、だからこれが15、6日に剥いてあげたと思いますけどね、それがもうボツボツ手を入れるっていうんですけどね、手を入れる揉むですよ。これなんで揉むんですか？中の糖分をね、渋がね甘く変わるですよね。ほんでこれをこうやって今からね、こうやって揉むです。これ2回ぐらいに揉むですよね。2回ぐらいってのは1日2回なんですか？いや違う違う違う、1回揉んで、あと1回1日か2日置いて揉んで、今度は棚干しですね、平干しというかそういうふうなものに変わってきます。今日今から手を入れるですけどね、今日ここから今富士山見えて、富士山に雨雲かかったからね、雨雲かかるとで10時間後に雨が降るというコツだそうですよ。話をしたでしょう。こういい天気であってもね、富士山で雨雲という笠雲というですけどね、あれがかかると10時間後には雨が降るというふうなね、まあ、昔の人はよく自然と研究していたもんですよね。今日の富士山は綺麗な富士山だけどね、ここが綺麗でしょ。雨雲、ね、がかかっているというふうな今日は日ですね。雨が降るってやっぱ産業的にはもう難しいですよね。やっぱり川って日にやると、それも11時、今過ぎましたね、11時半頃暖かくなってくるから3時頃までが手入れの時間です。まあ、こういうのも秘密っていうかな、もうみんな分かってる講習会で説明することですけどね、そういう時間にやらないと柿が黒くなっちゃうんですよ。今こういう色をしてるんですよ。で売ってる柿でね、黒い柿はいろいろな方法ですると思いますけどね、そういうふうなことで黒い柿になってしまうというふうなことで、今日はあって柿を揉む作業をこれから始めます。そして、3日ばっか経ってもういっぺん揉んで、それを下ろしてそれから10日ばっか棚へ干しますよね。そうして寝かして汗をかかして子が来る。だからうちの鍵が大きいから20日頃が最初かなと思いますね。早い人はですね、もう12、3日といえば出荷するのあるけど、その柿は全然物が違いますからね、話にはなりませんけれど、うちあたりのは早くて20、20日前後じゃないでしょうかね、過ぎになりますね。それから12月いっぱい、1月いっぱいが勝負です。一生懸命頑張りますからね、おいしい柿を届けますのでよろしくお願いします。この帽子がいいな、今日はね、この帽子を出したね、あのね、外国行っちゃバッチョ買ってくるんだよね、その子ね、これはクロアチアかな、どっかその辺のバッチョですけどね、もう一つね、あった帽子をね、かぶってったらね、なくいちゃってね、今これ15ミリしかついてないですけどね、ね、そんな趣味もあって、息子と一緒に行っちゃ、昔はねバッチという趣味があったの、あのやる島多かった、ね、今はそういうの少なくなったですね。昔は私は山登りも好きだったからね、富士山だね、山梨県じゃ大菩薩とかね、そういうねバッチもたくさん集めたこともあるですよ。まあそんなふうなこんで柿につきましては、これから天気も今年は割合といいからね、こうやって雨もあるから良いものが仕上がるじゃないでしょうかね。今年はねちょっとね量が少ないですよ。いつもだったらね、これよりはこの倍はいかないですけど、これが3分の2、これあと3分の1ぐらい多いですけどね、向こうの方にあったな、なんかは今年は干してないですよ。そんなふうな状況です。はい、ありがとうございました。はい。